いガメス、俺だよガメス。おいこらガメス、開けろよ。ギョーさんだ。おい開けろって言ってんだろ。なんだよ、俺なんかまずいことしたっけな。とりあえず逃げとこう。ガメス、うわやべえ。よいしょよいしょ、ガメスウィング、ドメスティックラーム。よいしょ、あいだ。逃げてんだカメ野郎。俺が何したって言うんすか。何にもしてねえよ。じゃあなんで追っかけるんすか。てめえが逃げるからだよ。はあ、お前に頼みがあんだよ。金ならないっすよ。ちげえよバカ。今日合コンあるからよ、お前も来いよ。合コン。今日はみんなシクヨロで乾杯。乾杯。じゃあとりあえず自己紹介しよっか。ヨーコです。アケミです。サトコです。ジュンコです。ギョー君です。ガメシュッシュ。ヘルスカルです。今日のメンバーやばいっすね。あれ、もう一人は？もう来るはずなんだけどな、化粧回しに時間かかってるのかな。ゲイラスの野郎、たるんでんなあいつ。一晩干さなきゃダメだな。もうじゃあゲイラス君が来るまで俺のドメスティックアームに代わりをさせましょうか。皆さんよろしくお願いしましゅ。やろうぜ。ギョーさん今日乗ってるよ、乗りまくってるよ。今日はもうジャブジャブ飲んでガツガツ食って、もうどんどん頼むから。カモンナウ、何やってたんだイカフライ。あ、いたいた、パン様。ガイマの野望。首輪とかも買わなきゃな。ヘンゲル様、来週の作戦の件ですが。すまんすまん、大勢の裸の女に追われている姿を妄想しておってな。で、要件は。童話に金の斧銀の斧ってあるけどさ、あれが斧じゃなくて握り寿司だったらお前どうする？正直に答えても、池に落ちた握り寿司返してもらうことになるんだぜ。どうでもいいよ。水の中でバラバラになったシャリをちゃんと神様一粒一粒拾えろよ。もうバンプ様、どうしてバンプ様が。ゲイラス君に場所聞いて、ゲイラス君都合が悪くなったって、ギョー君の携帯にかけたけど繋がらなかったって。それでアジトへ電話があったの。それでわざわざバンプ様がここまで。みんな心配してるかと思って。すいません、ちょ、ここに座って休んでください。やばいっすよ、汗びっしょりじゃないっすか。 ありがとう。私少し休んだらすぐ行くから、みんな続けて集団お見合い。やだ、集団お見合いだって。いや、私。まあ、それじゃあお断り甘えて集団お見合い続けよう。ねえ、なんか臭くない？ほんと。ごめん。ああ、これ私だわ。ここに来る前にぬかみそ混ぜてきちゃったから。ああ、ぬかみその匂いか。臭いけど懐かしい匂い。おじさん、ぬか味噌つけてるの？うん、やっぱりぬか味噌は漬物の王様だからね。ああ、なんか久しぶりに食べたくなってきた私。じゃあ今度アジトにいらっしゃいよ、ごちそうするから。あ、でもぬか漬けごちそうするから、マイ飯は持ってきてよ。ああ、お味噌汁ぐらいなら出すよ。バンプ様面白い。
世界征服？何？そこは笑えばいいの？いや、マジで企んでるんだって。そのリアクションへこむわ。でさ、レッドっていう嫌なやつがいて。ああ、赤ワインがついちゃった。あ、すぐおしぼりで拭いた方がいいよ。ちょっと待って、赤ワインのシミは白ワインで取れるの。え、ほんと？あ、ほんとだ。ね、すっごい。バンプ様物知り。パペットマペットのサイエンスで塩の受け売りなの。うん、これで大丈夫。パンプ様すごい。あ、もうこんな時間？じゃあ私はそろそろ帰ろうかな。一人足りないんだからバンプ様いてよ。え、いいの？大歓迎。くそ、バンプ様が来てからどうもペースが握れねえ。ラム肉ってダイエットにいいんだよ。あ、私たちの間でもジンギスカンブーム。あ、ゴーヤも痩せるんだってね。へへへ、ラムへ、なんか古い。本当は種がいいらしいけどね、ゴーヤの。ダイエットの話されたらわかんねえから入っていけねえじゃん。やばいよ、やばすぎるよ。なんか行さんイラついてるぜ。ここは強引にでも動かなきゃ流れは変わらねえ。リスクは高いが。突然ですが、小島よしおネタやります。え、イエーイ。やばいっすよ、行さん。イエーイ。よし、足の小指をウェー、ダンスにぶつけて、うー、痛くて跳ねたら柱が、ぶつけたよ。噛んだ。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。はい。へえ、それは災難だったね。バンプ様。あの、ギョーさん、また改めてやりましょうよ、合コン。うるせえ。なんでだよ。君、なんで。はい。え、人違いです。あの、楽しかった。間違いです。ほんとごめんなさい。じゃあ、助けて、おい、助けて。お願い。できた。俺が開いた合コンなんですよ、レッドさん。ああ、わかるわかる。合コンって一度ペース崩れると戻すの大変なんだよな。きしょう。残念だよ。天体戦士サンレッド。これは川崎を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。バンプ将軍のさっと一品。皆さんこんにちは、バンプです。第5回目、今日も張り切っていきましょう。簡単クッキング。さあ、今日も早速お料理。今日は親子カツ丼。スーパーのお惣菜のチキンカツで作るカツ丼だよ。さあ、材料の紹介。まずはスーパーなどで買えるチキンカツを1個、あと玉ねぎ適量、それと卵1個、あとは市販のすき焼きのタレ、それと水を用意しておいて。さあ、早速お料理をしましょう。まずは切った玉ねぎをすき焼きのタレで煮ましょう。タレは水を入れて好みの味に調整してね。玉ねぎを煮込んでいる間にチキンカツを切っておきましょう。大きさはお好みで。玉ねぎがしんなりしたら切っておいたチキンカツを入れて強火でさらに煮込んで、その間に卵をかき混ぜておきましょう。カツが温まったら溶き卵を回し入れて、お好みの硬さになったら火を止める。ご飯にのせて、はい、親子カツ丼の出来上がり。カツ丼と親子丼のハーフみたいで美味しいでしょ、レッドさん。お前、世界征服なんかやめて定食屋やれ。